エブゲニー・バフタンゴフ1922年に初演され、バフタンゴフが演出を担当したカルロゴッツ作のトゥーランドット・姫イ・エブゲニー・バグラチオ、ノビチ・バフタンゴフは、ロシア帝国、ソ連ウウラジカフカス出身のアルメニア系演出家、俳優。同国出身の演出家で俳優のコンスタンチンス・ストニスラフスキーの愛弟子であった。裕福な家庭出身である者の革命を支持していた。 バフタンゴフ劇場の創立者として、ミハイル・ウリアーノフ、アルトゥール・エーゼンなどの俳優を輩出したことで知られる。リアリズムな演劇表現、俳優の創造的個性とアンサンブルを追求し、表現主義的な舞台を目指した。バフタンゴフ劇場1883年2月13日、ロシア帝国北オセチア共和国ラジカフカスで、アルメニア人の血統を持つ、 タバコ工場主の家庭に生まれる。モスクワ大学を中退後、素人の劇団を経て1911年に、モスクワ芸術座に入団し、1912年から演出家、俳優として活躍した。1913年には、バフタンゴフ劇場の前身となる、学生スタジオを創立した。1917年に起きたロシア革命後は師匠で、あるコンスタンチン・スタニスラフスキーの、 スタニスラフスキーシステムに従い、新時代の演劇に尽くした。1922年に初演されたバフタンゴフの代表的な演出の一つとされているイタリアの劇作家であるカルロ・ゴッツ作、トゥー・ランドット・ヒメの演出を務めた。1922年5月29日、モスクワにてバフタンゴフが39歳の時に、ガンで亡くなる。エフゲニー・バフタンゴフとも、 ロシアの演劇起源、歴史、ソ連崩壊後の展開、21世紀の新しい演劇の探求、生活ジャーナル、ワフタン不遇辞書、和ワフタンゴとは引くことバンク、2012年11月5日、閲覧、ありがとうございます。